マンフレート、ヘルマンベルナーは、西ドイツの政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。ヘルムートコール内閣で、国防省、ついできた、大西洋条約機構事務総長を歴任した、シュトットガルト近郊のバート・カンシュタット生まれ、肉屋の祖父、アルフレート・アルリンガーの下で育つ。この祖父は、コンドル軍団にいた、エルビン・ロンメル元帥の副官を務めた同盟の、 軍人とよく混同されるが別人である。エルフィー夫人は人道支援活動に熱心だった。1953年にアビトゥーア合格後、ハイデルベルク大学、パリ大学、ミュンヘン大学で法学を学ぶ。1957年に第一次、1961年に第二次司法試験に合格。1961年に法学博士号を取得。 バーデンビュルテンベルク州政府に入庁し、1962年までエーリンゲン軍長。1965年までバーデンビュルテンベルク州議会、ついでゲッピンゲン軍長に勤務。一方で、ドイツ連邦軍の予備役将校でパイロットでもあり、最終階級は大佐だった。1953年、セティの青年団組織、ユンゲ・ユニオンに加入。 1956年セディに入党。1965年にドイツ連邦議会に初当選し、1988年まで議席を維持。1969年から1972年までドイツ連邦議会議員団副団長。1976年から1980年までドイツ連邦議会国防委員会委員長を務めた。1982年、 建設的不信任決議で成立したヘルムートコール内閣に国防省として入閣。1984年には連邦軍の将軍のホモセクシャル疑惑による不名誉退役騒動があり、ベルナー国防省の対応が世間の注目を集めた。ナト o 事務局長就任のため1988年5月に国防省を辞任し、7月1日に同職に就任した。 1994年8月、大腸がんのため在任のままブリュッセルで死去した。1996年以降毎年、ドイツの国防省は、ヨーロッパの平和と自由に貢献した人物に、マンフレート、ベルナーメダルを授与している。ありがとうございます。